佐藤和夫動画チャンネルです。今日は3月14日ホワイトデーでありますが、まあ、数字よりも私は今日はこれなんですよ。ペヤング焼きそばならぬペヨング焼きそばが発売になった日であります。まあ、今まではこの麺が 120g でありましたが 106g、 そしてまた中の具材もちょっと変わってですね、まあ、ある程度鶏肉のひき肉ですねのが入ってないというふうなことで、まあ、これはどっちかというとドラッグストアとかちょっとしたスーパーですとかそういうところで好きな値段で売れる、まあ、今までのペヤングは170円ですね。メーカー希望小売、これは何も設定しないで、好きな値段で売ってくださいということで、まあ、ちょっと奥さんに頼んで買ってしまったら108円だとは言ってましたけども、まあ、そんな形で、まあ、今までと違っていろんな形でこのペヤング焼きそばならぬこのペヨング矢を下げて矢遊用の4にしたってペヨングってちょっといいおちいかなっていう感じもしますけどね。まあ、今日のお昼にはこれちょっと食べたいなと思って、まあ、皆さんもぜひとも今日3月14日発売になってますんでぜひ食べてください。